サムドン・リンポチェ5世、ロブサン・テンジンは、チベット人の僧侶、仏教学者、政治家。2001年より10年間、インドのダラムサラに拠点を置く中央チベット行政府の公選による初代首相を務めた。チベットの最高指導者である、ダライ・ラマ14世の親しい友人である。主導的なチベット仏教学者の一人とみなされており、マハトマ・ガンディの教えについての権威でもある。 また、ヒンディー語と英語の双方に堪能である。1939年、チベット東部のジョルで誕生。5歳にして、サムドン・リンポチェ4世の生まれ変わりとして認められ、ジョルの元殿でチェリン総員の印寿の座に就いた。2年後、僧侶としての誓いを立て、ラサのデプン総員で宗教的な修行を始め、中丸ハーブ教徒と,として修行を終えた。しかし、 1959年の中国によるチベット侵攻後、ダライラマ14世と共にインドに亡命することを余儀なくされた。1960年以降、まずインドのシムラー、後にダージリンのチベット宗教学校で教師として働いた。1965年から1970年にはダルハウジーのチベットスクールの校長を務め、 1971年から1988年には、ワーラーナシーの高等チベット学中央研究所の学院長、1988年から2001年は、同行の理事であった。1991年、ダライラマ14世によって亡命チベット代表者議会の議員に指名された後、満場一致で議長に選ばれた。1996年から2001年には、 カム地区から亡命したチベット人を代表する議会の議長であった。2001年までは亡命チベット代表者議会がダライラマが推薦する候補者の中から閣僚を選出し、閣僚たちが5選によって首相を選出していたが、2001年にダライラマ14世はチベット人が直接に自らの政府の指導者を選ぶべきであると声明。 その意を受けた亡命チベット代表者議会第12回議会は選挙法を改定し亡命政府首相の直接選挙が行われることになった2001年5月12日の予備選挙と7月29日の本選挙の結果サムドンリンポチェは得票数約2万9000得票率約84%で亡命政府首相に選ばれた残りの票はもう一人の候補である ジュチェント・フテンナム・ギャルが獲得した。2001年の組閣においては、首相のほか情報、国際関係省と公安省の大臣を兼任した。2006年には首相に再選され、公安省、情報、国際関係省、内務省の各大臣を兼任した。2001年以降、チベットの自治権に対する支持を獲得し、 中国政府と自治権の交渉を行うというダライラマ14世の提案に対する認識を広めるために精力的に飛び回っている。サムドン・リンポチェの亡命政府首相としての任期は2011年までとなっており、亡命チベット人憲章によって参戦は認められていない。しかし亡命チベット人社会からの評価と人気は極めて高いため、 検証を改正するかまたは例外を認めるかして首相続投を求める声も強かった。しかし自身は個別事情によって基本原則を変更すべきではないとしてそれを拒否した。2011年8月8日をもって人気満了で退任し後任にはハーバード大学研究員のロブサンセンゲが就任した。ロブさン天神というのは彼のチベット語での本名である。 彼の故障であるサムドン・リンポチェはダライラマと同じくチベットの宗教的な称号である。リンポチェというのはチベット語で大切な人という意味であり、日本語の商人、孫子、地にあたっている。従ってチベット人には彼以外にもリンポチェは多数存在する。英語圏や日本の新聞はリンポチェをせいであると誤解して彼のことをプロフェッサー・リンポチェ。 リンポチェ首相と呼ぶ場合があるが、上述のように厳密にはこの呼び方は正しくない。ただ、彼自身はそれを容認しているとも言われる。ありがとうございます。